権力を握るためにはどうすればいいのかというところで3つのプロセスが挙げられます。まず現在の権力者を排除する必要があります。さすがです、地政学シリーズで、ね、次からアフリカやトルコなど取り上げていこうとするんですけれども、アフリカやトルコはですね非常に登場人物ですとか登場国家が多すぎて非常に大変なのでちょっと時間がかかっています。今回はね、まあ、その代わりといってはなんですけれども、まあ、独裁国家がどうやって維持しているのか、あるいは独裁者になるためにはどうすればいいのかというですね面白い本をですね見つけて、まあ、この独裁者のためのハンドブックっていう本なんですけれども、これがねすごい面白くて、しかもこの現代のね国家の動きを理解するのにすごい役に立つのかなというふうに思ったのでちょっと紹介したいなと思います。でアフリカなんでよくわかんないのかなって思った時に、なんかこう民主国家とは異なる論理で動いてるんですね。別に民主国家と独裁国家を分けるもの何かっていうとすごい難しいところで結構グラデーションなんですけれども、特にアフリカの角と呼ばれるですねこのアフリカ北東アフリカとかはですねどういう論理で動いているかというと、政治的マーケットプレイスというですね論理で動いてるんですね。つまり政治が金銭ですとかサービスとか認可と交換で動いてるんです。これの許可をあげる代わりにお金ください、ここの土地の権利あげますからお金くださいだとか、まあ、自分たちの有力者に対してお金をもらってその代わり影響力を受けるとか、まあ、そういった論理で動いてるんですね。じゃあなんで金銭とかサービス認可と交換で動いてるかっていうと、お金が必要なんだから、ですね。でなんでお金が必要かっていうと、自分たちの独裁の体制を維持するために必要なんですね。じゃあ独裁の体制ってなんだっていうところをですね、考えようと思った時に、このね本で挙げられているセクレトレートセオリーというですね、まあ、理論があります。でこれは何なのかというと、権力支持基盤理論という呼ばれるものなんですけど、権力がどのように維持されて動いているかっていうところをですね分析したあの学者による比較的わかりやすい本になってるんですけれども、そのセクレトレートセオリー、権力支持基盤理論で言われていることっていうのは、独裁って独裁者だけでは維持できませんよねと。つまり独裁者を囲む周りの取り巻きですとか、それを支えるまあ実質的有権者っていうのがいて初めて独裁という体制は成り立つんです。じゃあ独裁者を支える権力の構造ってどうなってるのっていうのをですねこの本がね解説してるんで、これをちょっと紹介したいと思うんですけども、権力には3層の構造があります。独裁者が一番上にいたとして3層の構造があります。で一番下は名目的有権者で、これは取り替えの効く替えの効く存在です。独裁者の意思決定に影響力がありませんよっていうですね、あのそうです、一番下の仮想レイヤーです。例えば国民、一般の国民ですとか小口の株主だったりですとか、まあ、会社の従業員とか、まあ、これでこのセクレトレートセオリーっていうのはね、国家だけじゃなくて権力に関するあらゆることに関して言う、あの述べることができるので、まあ、会社に関してもですね同じことを言えるんですけど、で、まあ、話を戻すとここね、この名目的有権者っていうのは替えの利く存在、別にどうだ、まあ、はっきり言ってどうだっていいということです。でその上にあるのが実質的有権者で、これは独裁者の権力掌握にあの貢献してますよと。まあ、その代わりに独裁者の支配に対して、まあ、影響力多少ありますよと。例えば実際に投票した有権者だったりとか、まあ、会社で言うと機関投資家ですだったりですとか、まあ、独裁者の出身の部族だったりですとか、まあ、会社の幹部だったりとか、でこの中この層、このここはですね実質的有権者ということで、まあ、多少あの重要ですと。でその上にですね盟友集団っていう、ね、人たちがいるんですね。でこいつらは独裁者の権力に最も貢献してます。まあ、簡単に言うと独裁者の取り巻きですよね。取り巻き で自分たちも結構力あります。独裁者を失脚させるぐらいの力はあるんですけれども、まあ、逆にですね、まあ、独裁者のライバルだと思われると、まあ、あの追放されたり粛清されたりしてしまうというところで、結構ですねここの独裁者の一番下のこの盟友集団というのがですね非常に重要な存在になってきます。例えば与党あるいは軍の幹部だったりですとか、あの閣僚だったりですとか、地域社会の長だったりですとか、まあ、会社でいうと取締役っていうのが盟友集団に当たると思います。でこの3層の権力構造のうちどこが重要かというと、盟友集団と実質的有権者、この2層が大事です。まあ、あの名目的有権者ははっきり言ってどうだっていいわけなんですね。で、じゃあこの2つのですねレイヤーをどうやって維持してればいいかというと、見返りをあげますと。自分のこの権力の維持に貢献してくれたやつには、まあ、お金だったりとか地位だったりとか権力だったりと、そういった見返りをあげるわけなんですね。で、こっから面白いのは、この盟友集団が少なければ少ないほど、まあ、独裁がしやすいという話です。盟友集団が多ければ多いほど、まあ、民主的にならざるを得ない、そういう話なんですね。だからセクレトレートセオリーによると、まあ、専制政治と民主政治を分けるものってないんですね。まあ、ここが結構グラデーションになってて、その盟友集団とかあの実質的有権者の人数が多いか少ないか、それだけの差でしかないっていうふうに言ってるんですね。
で、例えばアメリカや日本といった、まあ、比較的民主的な国っていうのは、この一番下の名目的有権者と実質的有権者がある程度結びついてます。例えばね、こう自治体の長とかみたいな感じで捉えることができるんですけど、まあ、自治体の長の権力と、まあ、一般の国民の有権者の権力ってそんなに変わらないので、まあ、あんまり実はさ、ここの名目のレイヤーと、こう実質のレイヤーの権力がそんなに差がないっていうのがですね、まあ民主的国家の特徴です。専制政治だと、この名目的な有権者、まあ一般国民と、その実質的有権者、まあ地域のリーダーとかっていうのが結構権力的に差があります。だから重要度が全く変わってくるわけなんですね。で、結局ですね、この盟友集団と実質的有権者、彼らがどこから選び抜かれたかによって、この権力支持基盤の大きさだったりですとか、政策だったりっていうのが決まります。で、まあ何でしょう、こう、イデオロギー、まあ主義主張っていうのはですね、まあそれのね、仮初めに過ぎないというふうに論じてるんですね。例えば、日本の自民党の権力支持基盤っていうのはどこに あるのかというと、まあ、戦後ですね、議席が多く配分された地方の農村漁村に支持基盤がありました。だから、まあ自民党はそこを取ってるから、まあ、現在に至るまでに下野したことがほとんどないというふうに言われています。だから別に自民党が別にいい政策をやったとか、そういうわけじゃなくて、こう地方の席が多いところで支持を獲得したから、まあ今まで体制が続いてるよねっていう話です。つまり、まあ何を言いたいかというと、この盟友集団とか影響力のある実質的有権者っていうのが、まあどこ出身かっていうところがですね、重要になってくるわけです。で、例えばトヨタの取締役会っていうのは、ほぼ社内の出身者で占められています。で、これがどういった影響を及ぼすかっていうと、雇用の安定がもたらされます。不正リスクが軽減されます。なんで不正リスクが軽減されるかっていうと、別に不正をするインセンティブがないわけです。別に社内で、まあ、ほどほどに、仕事をこなしていけば、まあ、徐々に上がっていくわけですから、別に無理して、不正して、自分の権力をこう、保とうというふうですね、インセンティブが働かないわけです。これが、例えば、外資系の企業だったりとか、そういった感じで、こう、取締役が社外の人間で多く占められてると、そうはいかないんです。だって、この、盟友集団、取締役が自分たちの出身と全然異なるわけですから、まあ、彼らに権力を取られないようにする必要がありますし、自分のが代表取締役の時に業績が落ちたりとかすると、まあ、なんとかこの業績をね、こう取り戻そうと必死になりますし、あるいはまあ隠そうと必死になります。まあ、そういった形でですね、この盟友集団と実質的有権者の出身が、例えば農村だったら、まあ、農村に手厚い政策をやりますよねと。富裕層で出身で占められてたら、まあ、彼らに有利な、政策を行いますよねと。といったところでですね、この権力者の支持基盤っていうのがどこにあるのかっていうところによって、政治の方向性だったりとか、まあ、政策だったりとか、主義主張っていうのが決まってくるっていうのが、このセクレトレートセオリーというわけなんですね。じゃあ、問題は、この独裁者が、まあ、この盟友集団とか実質的有権者に見返りを行いますよねと。この見返りはどこから来るのかっていう話なんですね。で、大きく分けて5つあるんですけれども、資源、海外からの資金援助、安全保障の見返り、国内の許可活動といった政治的レントで、最後に犯罪、この5つが挙げられるわけです。この5つの不労所得、まあ、レントと呼ばれているものなんですけれども、これらを持っているところ持っている国々は結構独裁的な傾向が強いです。で、この不労所得をいかにですね、盟友集団に配分して、で、配分する代わりに自分の権力体制を維持できるかっていうところがですね、まあ、独裁者の腕の見せ所というわけなんですね。じゃあ、まあ、独裁の維持の方法は分かりましたと。じゃあ、独裁者になるための、権力を握るためにはどうすればいいのかというところで、3つのプロセスが挙げられます。まず、現在の権力者を排除する必要があります。当たり前ですよね。一番トップがいると、まあ、自分が権力者になれないわけですから、今の権力者を何とかして どかす必要がありますと。で、まあ、どういった方法があるかというと、殺すか、まあ、殺せない場合は、このね、支えている盟友集団、まあ、取り巻きですね、取り巻きに魅力的な見返りを提案するか、あるいは、クーデターとか革命だったりとか、外国勢力の支援だったりとか、まあそういったところでこのシステムの外から打倒するか、この3つの方法で今の権力者を排除しましょうという話があります。で、これがうまくいくかどうかっていうのは結構ですね、権力者に対する忠誠度合いで決まるわけなんですね。つまり盟友集団に対して見返りがこううまくいって、盟友集団がですね、この権力者に忠誠がある場合はですね、別に革命とかそういったことでこうわざわざね、今の権力者を排除して不安定にさせる必要はありませんから。逆に言うと、この見返り
りとかがお金とか減ってきたり、あるいは海外の援助が得られなくなって、こう見返りが少なくなった時っていうのは、自分が権力者になるチャンスなんですね。で、一番多くあるチャンスっていうのが、この権力者の死です。まあ普通に言うと病死だったりとか、まあそういったところでこの権力者が死んでしまうと、まあこれはですね、すごいチャンスなんですね。まあ簡単に、まあ、まず今の権力者を排除する必要があります。それが一番目。で、二番目に統治機構を掌握する必要があります。この権力者を排除したからって、この権力者を支えるシステム、そのシステムを抑えられてないと、例えば軍事国家だったら軍を抑える必要がありますし、民主国家だったら民主国家を支えるための、例えば政党だったりですとか、まあその有権者を抑える必要がありますと。まあそこはですね、国家によって異なるわけなんですけど、まあこれをですね、いかに迅速に行って、他の、ライバルから付け入る隙を与えないかっていうのが重要になってきます。三つ目が、権力維持に必要な盟友集団を作る。まあつまり、取り巻きたちを作って、ちゃんと取り巻きたちに適切な感じで見返りを配分しましょうねっていうところができて、初めて独裁者になります。権力者になります。というわけなんですね。で、もちろんこの盟友集団に対しての見返りを、まあ怠ったりすると、また、寝首をかかれたりですとか、まあ最悪死んでしまうというわけなんですね。で、まあこういった感じでですね、このいかに権力を維持するか、あるいは権力者になるかっていうところが紹介されていて、まあ他にもですね、例えば、まあこの盟友集団が、まあ少なければ少ないほど、まあ見返りが少なくて済むので、例えば税率を高く設定できますよといった話ですとか、あるいは高等教育とかは危険ですよといった話ですとか、あるいは先制的であればあるほど、この国の戦争の勝敗に対して無頓着であると。なんでかっていうと、別に戦争に勝っても負けても、この盟友集団に対する見返りが十分にできてたら、別に権力は維持できるわけだから、別に問題ないですと。逆に民主国家において戦争の勝敗っていうのは非常に自分の権力の維持に支障をきたしますと。まあ簡単に言うと、他の国家に戦争を仕掛けますと。で、負けますと。まあ当然支持率は落ちますよねと。逆に言うと、昔イラク戦争を開戦したブクシュ大統領は、まあ開戦したことによって、まあ支持率がギュッと上がってきましたよねと。つまり、民主国家は勝てる戦争しかやらないんです。勝てない戦争はやらないんです。まあだからこそ、アメリカとソ連みたいな形で、どっちが勝つかよくわからない状態の時は、まあ冷戦という形で、まあじりじりと長く続いたわけなんですね。まあこういった感じでですね、結構面白い本でした。なんでしょう。やっぱアフリカとか、まあ中東ですとか、まあトルコだったりとか、まあそういったところの国々はですね、結構、まあ、登場国家も国々も多いですし、自分、どういった論理でそのトップが報道してるかっていうのをですね、なかなか自分たちの常識では推測できないところが多いんですね。だからこそ、こういった権力支持基盤理論、セクレートレートセオリーっていうのがですね、役に立ってくるんじゃないかなと思って、今回紹介してみました。まあこれはですね、結構ですね、独裁国家に限らず、まああらゆる権力において同じことが言えるのかなというふうに思います。まあ例えばですね、自分が選挙に立候補しようと思った時に、じゃあ自分の選挙立候補した時に、その盟友集団っては誰なのかとか、あるいはその実質的有権者を獲得するためにどこに行けばいいのか、まあ若者に言っても、若者別に投票行かねえし、意味ねえよな、だったらもっとおじいちゃんとかおばあちゃんとかにアプローチした方がいいよな、みたいな感じになるんじゃないかなというふうに思い、ね、自分の選挙の出て負けた記憶を思い出しながら、ちょっと痛感したなという次第でございます。ということで、本日はね、こんな感じでちょっと、まあ、ベラベラ喋ってみましたということで、で、他の動画ではですね、最近は地政学を中心に取り上げていますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、本日はご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。